そんなフリーザだー。ピッコロさん、ピッコロさん、貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン、やめろ、フリーザー、ゴクーお次はガキの方かな。許さんぞ。ピッコロを連れてさっさと地球を蹴れ。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと？悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリリンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。これは粉にしやがって。 85% 90%。 フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。戦士として悔いのないように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を打って終わりにしてたはずだ。